よる日本の漫画作品。サブタイトルは、密室の楽園。チーズにて、2011年8月号から2012年8月号まで掲載された。単行本は、全3巻。初連載作、少女の時間以来、約1年半振りの連載であり、シーナチカ、第2作目の連載作品。当初は、全3話完結の予定だったが、 読者からの反響が大きかったため、予定していた話数で終了とならず長期連載へとなった。物語の舞台となる島は、作者が沖縄の離島を組み合わせた島であり、実際には実現しない架空の島である。誰か、この歪んだ世界から私を連れ去って、幼い頃に両親を亡くし、幼女となった中里真奈。血のながらない義理の兄となった中里翔は、 二年前のマナが13歳の頃から関係を強要するようになる。すべてに嫌気がさしていたマナ。そんな時、東京から転校してきた中野明宏と偶然海で出会う。2011年12月26日発売。ISBN 978から4から09から134,198から32012年4月26日発売。 ISBN 978から4から09から134417から後2 0 1 2年8月24日発売 ISBN 978から4から09から134655から1ありがとうございます